ゴーシュート。皆さんこんにちは、根源チャンネルです。こんばんは。なんでそんなローテンションなの？こんばんは。なんでそのローテンションなの？どうした？いつも通り、いつも通り、今日も20を回っております。はい。で今日の企画まだ知らないんですけど、根源さんはらしいっす。なんか急に言われて、新企画、そう、急に動画撮りましょうと言って、新企画が始まったってか始めるんですけど、企画の内容がプロフェッショナル社会人レーサーの流儀っていう企画になります。ちょっと待って、あのざっくりすぎて何もなんかこう頭に浮かばないんですよ。説明すると、うん、今出張とか忙しくなっちゃったじゃないですか。そうね。だいぶ自転車乗れてないの。もう1ヶ月ぐらい乗れてない。全く乗ってなくても、うん、こう見てください。また復活しちゃったよ。なっちゃってるんで、社会人のね、いろんな先輩とか、うん、トッププロで社会人レーサーたちで活躍してる皆さんのライフスタイルをね、ちょっと、まあ俺の全盛期に比べて俺と強いかって比べたら、まあ大したことないだろうまた批判超えてくださいまあ、あの時はね、本当に月3000とか乗ってましたから ね。ただその時もやっぱ社会人だったけど自転車ショップだったんで、もう週末ちょっとお客さんと走り行けた、まあね、うん、トレーニング時間作れたからね、いろいろね。本物の社会人って言ったらなんか違いますけど、普通のそういうことだ、本物の社会人だったよ自転車関係ない社会人としてなって、うん、やっぱそういういろんな方も、ね、ね、参考にしていただいて、うん、ということで今回取材させていただいたのが、うん、誰言おうと思ったんですけど、じゃあ先にもう VTR 見ていただきたいんで。あの言わないように言わないで、ちょっと VTR 誰かっていうのを見てもらって、はい、いろんなちょっとね、はい、学んでいただいて。学ぶの？俺が学んでください。俺が学ぶの？仕事と自転車の関連、ね、いやじゃあ学ばさせていただこうかな。ということ で VTR どうぞ本格的に冬が始まり、寒さが厳しくなる朝、彼は通勤ラッシュの車に混じり、一人ペダルを回していた。通勤までのわずかな時間も有効活用する、そう語っていた彼の目は常に真剣だった。整形外科医、武井優、医師という多忙な仕事をこなしながら社会人レーサーの第一線で活躍する彼に密着した。武井の名が全国に知れ渡ったのは2017年宇都宮 2days でのこと。実業団レビュー戦だった武井はクリテリウムで現在チーム右京で走る宇賀や弱虫ペダルの加山などを圧倒し勝利する。そして2日目のロードレース、上りでも圧倒的なスプリント力を見せつけ優勝、一気に E1 へと駆け上がった。しかしこれは武井の快進撃の始まりに過ぎなかった。武井は強豪をひしめく E1 カテゴリーの中でも圧倒的なスプリント力を見せつけ勝利を量産した。武井優の名が全国に広まり、マークが厳しくなる中でも圧倒的なパワーでねじ伏せた。石井のアシストもあり個人カテゴリーで4位、チームを総合優勝へと導いた。そして2019年トッププロへの階段を上り VC 福岡へ入団した武井。しかし彼にはもう一つの顔があった。整形外科医として働きながらトレーニングを積む毎日、多忙な中で隙を見つけてはトレーニングする、そんな彼の強さの秘訣に KNN のカメラは迫った。あと一歩だけ前に進もう。おはようございます。これから出勤します。おはようございます。おはようございます。これから出勤ということで仕事行ってきます。朝6時30分自宅から30キロ先の勤務先まで向かう武井。通勤の時間も貴重なトレーニング時間、そう語った彼はほぼ毎日自転車通勤を行っている。まあ、
今だいぶ仕事が落ち着いてきてるんですけど、落ち着いてきてるっていうか、たまたまそういう環境に恵まれてるんですけど、やっぱり医者の仕事ってなかなかこう時間的な制約が激しい、厳しいというか、当直って言って例えば月曜日の朝出勤して、月曜日の夜が当直だったら帰ってくるのが次火曜日の夜で、しかも月曜日の夜はあまり寝れないみたいなことが結構あったりして、それが、まあ、少し前のまで、まあ、月に 2,3 回の時もあれば月に10回ぐらいあるようなのがしばらく続いてたりとかっていうのもあって、とにかく時間がなくて睡眠もあんまり取れなくて、でそんな中で練習するってなると、もう本当に限られた時間の中でひたすら追い込むみたいな、短時間高強度の練習ばっかりやってたんですけど、まあ、そういうことをしてると大体体調どっかで崩すことが多くて、で自分もちょっと年もちょっとずつこう重ねていく中で、前みたいに無理が少しずつ効かなくなってきてるなっていうのも自覚が出てきてるんで、やっぱりこう限られた時間の中で体調も管理しながら、一番こう目標を達成するために必要な練習内容をよく考えた方がいいんじゃないかなっていうのを、まあ、唯一意識するように最近になっています。今は週1でちょっと遠くまで出勤してるから、その時は通勤がちょっと練習みたいな感じで、途中でメニュー入れたり場にも借りたりとか、それ以外は自分で思いっきり遠回りして、ペースで 2,3 時間走ったりとか、あとは、まあ、周回練習人とやったりとか、冬になってちょっとオフの時期入って、あんまりその人ともがき合うっていうよりかは淡々と走ったりとか。距離でいうと月どんぐらい乗ってるんですか？1500キロぐらいが大体平均だったけど、になってどうなるかまだちょっと分かる。高強度は減らしていると言っていた武井だが、通勤途中も安全が確保された道を見つけるたび刺激を入れるために何度ももがいていた。この時も軽く 1000W を超えるパワーを出していたというから驚きだ。あんまり足止めたくないから、できればあんまり混まない道選んでずっと回せるよ。通勤時間も有効活用してるんだよ。通勤時間も有効活用しながらみたいな。そうそう、練習にしたいし、まず第一に安全に必ず職場に着くこと、まあ、練習はその次。前は毎回もがいたりとかしてたけど、最近はあんまり無理やりもがいたりとかっていうよりかは、時間を作って練習したりすることも増えてきて、はい、とは言ったものの、もがけるスペースを見つけると、獲物を見つけた野生の獣のようにもがく、それが武井優なのだ。出勤前、カフェに寄るのが武井の日課だという。パズルのように組まれた多忙のスケジュールの中でも隙間時間を見つけ有効活用している。朝はいつも寄ってるんですか？火曜日の朝は時間があったら寄ってます。通勤が楽しみですね。よいしょ。今日はちょっと離れた病院に一回出勤をして、で午前中、まあ、そこで勤務して手術をやって、で午後また別の病院で外来の仕事があるので、また自転車で帰って支度して、まあ、車か自転車で
また午後の病院行って外来勤務して、で終わったら帰りにジムに寄って筋トレする予定です。結構みっちりですね。そうですね、大体いつもそんな感じで詰め詰めのスケジュールの中で。そうですね、いつも出勤してる病院がまた別にあって、でそこはちょっと離れてるので、自転車で通勤することが多いんですけど、そこだと帰ってくるのがちょっと遅くなったりとかで、あんまりジムに行けなかったりするので、こう早く帰れる日を、時間を有効活用するために、だいたいこの外の病院に通勤する日、出勤する日は夜ジム行ったりとかしてますね。お仕事行ってきます。一息ついたのもつかの間、武井はすぐに仕事へと向かった。そして4時間後の13時半、午前の勤務と昼食を終えた武井と合流した。お疲れ様です。お疲れ様です。とりあえず午前勤務終了です。今日なんかお仕事内容的には、午前中が非常勤先の手術の手伝いで、で午後がまた別の非常勤の外来の仕事です。じゃあこれから準備ということで、はい、ちょっと着替えてきます。15分ほどで準備を終えた武井が出てきた。ホストみたいですね、ちょっと。何です。その爽やかな見た目から武井が医師だと想像できる人は少ないだろう。この日は午後が雨予報だったため、自転車ではなく車で病院へ向かう。結構やばいね、時間。結構やばいっすか。結構やばいっすね。いつもお仕事車で。いや、基本はチャリ通なんだけど、まあ、疲れてる時とか雨とか、ローラーでメニューやった後とかは車で行くときもあります。今日は雨だから車です。雨になりそうだから。すごい車っすね、これ。そうですね。ちょ、聞いちゃっていいのか悲しくて、いくらぐらいの。これは2000万ぐらいですかね。これ出すの。一目惚れして買ってしまいました。これ自転車積む時とかもこのまま、電車後部座席倒しちゃえばそのまま突っ込んで乗っちゃいます。この純白のシートが結構チェーンオイルとか心配ですね。もう前には全く触れさせないです。行きと帰りでトータルで60キロ以上自転車に乗っている武井だが、その疲れを全く感じさせない。17時に午後の勤務を終えた武井だが、そのトレーニングはまだ終わらない。お疲れ様です。お疲れ様です。今終わったんで、午後の仕事が、これから一旦というか、まあ、帰る途中でまた筋トレしにジムに行ってきます。ジムの方でまた、はい、お願いします。後ほど。この日は17時半から1時間半みっちりとトレーニングを行った。これからジムです。筋トレしていきます。今日のは
スクワットとデッドリフトで、あと懸垂か、スクワットが何キロだったかな、スクワット60か、60キロを15回割と速いテンポでやって、それを3セットやって、でその後100キロ5回ぐらいを2セットぐらいかな、の後にデッドリフトも60を15回を3セットやって、でその後100キロを6回やって120を4回かな、はい、であとあれだ、懸垂を10回2セットとかですね。とりあえずそれで終わりです。そのメニューで意識してることって、多分自転車で使うようなこう能力的にはやっぱ有酸素寄りの能力の方が求められるとは思うんで、あんまり高重量ばっかりっていうよりかは、まあ、そんなに重すぎない重量をテンポよく、有酸素能力も必要とされるような状態で、まあ、15回とかしっかり追い込むのも大事なのかなと思って最近始めてるんですけど、ただそのあんまり筋肥大をさせないで、こう今持ってるある筋肉のパワーを上げる、出力を上げるっていう意味では、多分高重量を低回数やるっていうのも効果的なので、そういう高重量で、ね、こう少ない回数も前から結構やってるんですけど、ただ多分それを最初にやった方がいいのか、まあどっちかに絞った方がいいのかっていうのはちょっと自分でもあまり分かってなくて、まあ、今はどっちもやってるみたいな感じです。このように常に試行錯誤を続ける姿勢も武井の強さの秘訣なのかもしれない。19時半、トレーニングを終えた武井と合流した。この後は一応もう今日はトレーニングは終わりで、まあ、帰って食事とってちょっとケアして、まあ、早めに寝るみたいな感じです。明日がちょっと早めに起きて長めのトレーニング3時間ぐらい多分やると思うんで、まあ、今日は早めに寝るかなっていう感じですね。今週末はレースの予定とかって？今週はそう、土曜日に袖ヶ浦のウィンターサイクルマラソンだったかなに4時間のエンデューロに出る予定です。頑張ってください。はい、多分去年その160キロかなとかで優勝したはずだったんで、連覇目指して頑張ります。多分直訳すると痛みなくしているものなしみたいな感じなんですけど、まあ、自分が目標とするものに対しては努力を惜しまないみたいなつもりで、それを座右の銘にしてます。そもそもはもともと僕はバレーボールずっと中学からやってて、で大学の途中ぐらいまで、まあ、普通に十何年間も本当に部活ばっかりやってたんですけど、大学5年ぐらいの時に一回肩を壊してしまって、バレーボールがあんまりできない時期があって、その時たまたまロードバイクを持ってて、そのバレーの練習ができない熱量をロードバイクにぶつけて練習をし始めて、その時お世話になってたショップのチームのエンデューロとかにちょろっと出してもらったりとかして、で、まあ、最初買ったりとかそんなすぐにはしませんでしたけど、それですぐにこう走れば走っただけ伸びてったりとか、表彰台に近づいてったりするのがすごい楽しくて、でレースに出るようになりました。この甘酸っぱい挫折に捧ぐ、あと日を目指すきっかけはぶっちゃけあんまりなくて大学まず一番最初は美術大学に入りたいなって思ってたんですけど、実際それで飯を食うのは難しいだろうなっていう、こう周りの意見もあってすぐにそれは諦めて、
で、その後、まあ、いくつかいろいろ考えたんですけど、最終的に高校3年生で受験勉強をしっかり し始めた時に獣医学部に入りたいと思って、自分がすごい動物が好きだったので、獣医学部もすごい狭きもんでなかなか難しそうだったんですけど、まあ、勉強頑張ってセンター試験の直前ぐらいになって、やっと目標として現実的になってきたところで、やっぱり医者の方が将来安定するんじゃないかなっていう、こうちょっと現実的なところを見てしまって、直前で路線変更して医学部に入りました。まずやっぱり仕事があるので、仕事に支障をきたさないっていうのが第一だとは思ってて、まあ、自分の場合はまだ一人だから、まあそこまでこう自由にできる時間の方が多いと思うんですけど、家庭がある人も多いと思うし、まあ、何よりも体調管理だったりとか仕事に迷惑をかけないことだったりとかがまず第一で、でその上で限られた時間の中で、まあ、自分に何ができるのかっていうのと、まあ、何を最優先にして練習だったり、自転車以外だったら筋トレとかのメニューだったりをすれば、まあ、目標に近づくことができるのかを、まあ、常に考えて行動するのが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。ずっと探していた理想の自分って、まだまだ正直そのプロのフィールドに全然立ててるとも思ってなくって、全く結果も残せてないので、しっかり胸を張ってこういう結果を残せましたって言えるような結果を、まあ、具体的にはやっぱ表彰台にしっかり乗れるだとか、表彰台に乗るような、まあ、チームの選手のアシストをしっかりできるようになったりだとかっていうのをしたいですね。No pain, no gain。 まさにその言葉の通り、何事にも全力で突き進む。武井の快進撃はまだまだ序章に過ぎない。そして彼はこれからゴリラであり続けるのであった。あと一歩だけ前に進もう。ちょっと今もう根源さんが全く乗っておらず、ブクブクにリバウンドしてしまったんですが、彼に一言カツを入れてあげるとしたら、ぶっちゃけでもブクブクの方が結構愛嬌あるから、僕はあっちの方が好きなんですけどね。あんまりいいんじゃないかな。じゃあもうあっちのキャラで、あっちのキャラで言った方が、うん、俺は好きかな。わかりました。ということで、ちょっと一発やってきました。違うか、めちゃくちゃ今疲れてるんだけどね。見てきたね。どうでしたか。動画が激しすぎて疲れちゃった。いや、いいね、いいね、いいね、この動画。俺タイムラグすごいな。いや、マジで良かったと思う。本当ですか。うん、何、どんな、なんか番組っていうかさ、いう自転車系の番組とか YouTube とかあるけど、はい、一番良かったと思う。本当です。最後ちょっと近藤さんに、ね、ふざけたふざけちゃったあれで全て台無しみたいな。そうそうそう、愛嬌あるって言われてたんで、ちょっとなんかいじられてんのか褒められてんのか分かんなかったから、ちょっといじっとこうそうだ、そういう感じで。ちょっといやもう本当にでも一日密着させていただいて、やばいね、うん、マジで忙しくて、うん、あれはやばいね。これでね、あの強さを維持できるのは、たぶんあれを、これ多分参考、普通の人が参考にしたら体壊すんで、絶対やらないやっちゃダメだね。ダメだね、あれは本当に。マジであれはやっちゃいけないね。やっちゃいけないってできねえよ。そう。そもそも。そうなんですよね。うん、まあそれだけやっぱね、社会人レーサーっていうか、まあ JPT とか JCL とか走るような人間、社会人は、やっぱそれで相応の覚悟を持ってやってるっていうのがね、やっぱ分かると思う。でしかもこれ一般人が見てもちょっと面白いじゃん。自転車やってない人が見ても多分結構うわーみたいな。イケメンだからね、映えるイケメンだし、うん、スタバ持ってな、スタバ持って生意気な顔してる。嘘だよ、嘘だけど、
そう。全然まあそう、スタバに合うイケメンだしね。どうですか、ちょっと参考になりましたか、社会人です。いや俺もともとやってたんよ俺は。まあちょっと武井さんとはさちょっと違う感じだけどさ、あのまあ俺の場合は自転車ショップのさ店長とかだったからさ、なんか乗る時間っていうのは取れたじゃん、必然的に。そうですよね、うん、だし自由度もあったしね、かなり俺の場合は。そうですね、今は結構出張が多くて、あのなかなか予想しづらいと思うんですけど、ぜひ。いや予想できるんだよ、乗れないんだよ出張ばっかで。そう、毎日移動だから俺の場合、ほぼ毎日ね。そうなんです、うん、戻ってきても神奈川じゃなくて東京だしね。確かに今はマジで、うん、今月とか一回帰れるか帰れないかだからね、マジで。ホームシックになっちゃいますね。ならない。ならないらしい。ならない。別に。うん。まあということでいろんなね、今回武井さんだったんですけど、これからもまあいろんな、まあ、社会人レーサーそうだねさせていただいて、これは本当にガチのシリーズ化をしようか。そうですね。うん。近藤さんのために。そうだね。俺が乗れないから。乗れるようになるために。あ、そういうことね。そういう意味で。そういう意味で。別に乗る時間があったら乗ってるよ俺だって。乗ってたよ俺めっちゃ。だから合間を縫ってね、うまいこと。合間を縫れないんだよどう考えても。もうあれやるとしたら、プロフェッショナルの流儀としてやるとしたら、もう出張先に自転車持ってくぐらい。それぐらい。北海道とかあるけど、はい、雪国とか。まあ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 、そこはね、臨機応変にしよう。またの次回もいろんな方に密着させようと思う、させようとね、させていただこうと思ってるので、うんうん、させようって何でもいいからやね。ちょっと長くなっちゃったんですけど、うんうん、本日以上になります。以上ですか。以上です、はい、じゃあなんか今この場で募集しておけば、そう、もよし密着させていただける方とか、よしって言ってもよしよしもしもしね、もしその先ね密着させていただける方とか、逆にこの方のねどんな練習してるのか、どんなライフスタイル送ってるのか見たいっていう方いたら、ぜひコメント欄で、ね、あそうだね、うん、誰やってほしいかみたいな、はい、まあ大体のホビーレーサーだったら俺連絡つくからね、あの強いホビーレーサーだ。そうですね、うん、ちょっとそれも考えてるので、ぜひ皆さん高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。これはもう高評価しかないでしょ、俺あんま出てこないし。相手だったら俺の最後のコメントにバッドボタンがつくかどうか、ね、うん、あれのせいでね、うん、ちょっと長い動画だったんですけど、最後までご視聴ありがとうございました、はい、それではチャオ。手術してんのがすげえ普通にすげえさらっと手術やってとか